さあさあ、おやつの時間よ。今日の私のおやつはケーキ。イエーイ、食べましょう。いやー、ケーキがない。カラスくんよ、こっち向いてほい。はい、うー、悔しいです。カラピコ弱すぎ、私なんて5勝0敗よ、受ける。悔しいです。なに今の叫び声ですよね。声のする方向に行ってみましょう。分かったわ。こっちですか。いや、こっちかな。こっちです。こっちこっち。ケーキ、私のおやつのケーキ。キュアホイップちゃん、どうかしたんですか。どうかしたの。キュアホイップちゃん、どうかしたんですか。今の叫び声、キュアホイップちゃんですか。うん、そうなの、盗まれたの。泥棒、いや、怪盗 X とか、これはただならぬ事件です。泥棒、怪盗、どっちでもいいわ。え、事件あるところにねね探偵あり。また始まりましたね。どうせガラピコはワトソンくんなんでしょう。被害者から聞き出した情報を教えて、ワトソンくん。やっぱりワトソンくんですか。あの、まだ何も聞いてませんが。それじゃあ聞き出してよ。はい、キュアホイップちゃん、何があったんですか。教えてください。何を盗まれたんですか。盗まれたのはおやつのケーキよ。いやー、大変です。ねねちゃん、キュアホイップちゃんはおやつのケーキを盗まれたそうです。大変です、大事件ですよ。何のケーキぐらいで大げさね。しっかりして犯人を探すわよ。そうでした。ホイップちゃん、何か心当たりはないですか。わかんない。ピッ、この辺りに散らばっている白い、これは何でしょうね。ねねちゃん、ペロリと舐めてください。どうして私よ。ペロリして何かあったら松田まで呪ってやるんだからね。ペロリ、これ甘いわ。きっとケーキのクリームよ。犯人はきっと急いで逃げたのね。とにかくこのクリームの後追いましょう。そうしましょう。こっちです、こっちです。こっちね。ピッ、クリームの跡がここで途切れてますね。ということは、考える人、あなたが犯人ね。へー、突然何なんですか。私はただライズアップの CM に出るためにイメージトレーニングしていただけですよ。え、もしかしてライズアップのイメージトレーニングしてはいけませんでしたか。こういうやつです。トゥーチット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 。ライズアップ、犯人はどこに行ってしまったのでしょうかね。フシフシフシですか。今完全にいないものとされましたね。あー、悲しい、辛い、叫びたい。うるさいわね。静かにして。静かになりましたね。あ、どうしたの、大丈夫。整いました。犯人は空を飛んでいったのです。空、そんなのたくさんいるじゃない。空飛べる人ってそんなにいないか。ということは、アンパンマン、みんな集まって何してるの。あ、アンパンマン、あなたが犯人ね。また僕、今来たんだよ。犯人ってどういうこと。あなたがキュアホイップちゃんのケーキ食べたでしょ。食べてないよ。皆さん聞いてください、犯人はアンパンマンではありません。じゃあ誰なのよ。犯人は空を飛べてスイーツが好きなのです。アンパンマン、もう行っていいですよ。ありがとう。空飛ぶ元気も出ないよ。お気の毒に。空を飛べてスイーツが好き。そうです、空を飛べてスイーツが好きな人、思いつきませんか。みんな集まって何してるピコ。はぁ、ペコリン。そうです、ペコリンです。ペコリン、その辺にあったケーキ食べましたか。食べたピコ。
ホイップちゃんのケーキだったんですよ。キュアホイップちゃん、ごめんペコ。目の前に美味しそうなケーキがあったから我慢できなかったペコ。ペコリンなら仕方ないかな。美味しかった？美味しかったペコ。キラキラがいっぱい詰まってたペコ。美味しかったなら大成功だからいいよ。もっと作ってあげる。ほんとペコ、行こう。わーい、嬉しいペコ。はぁ、無事解決してよかったわね。そうですね、キュアホイップちゃんもペコリに食べられたのならまあ許せる感じでしたしね。そうね、やっぱり解決する鍵っていうのは私が持ってるのよね。え、事件あるところにレーヌ探偵おる。いやいや、またガラピコですけど。ワトソン君、事件があったらまた私たち一緒に頑張りましょうね。いやだからガラピコです、ほとんど。いや全部ですかね。みんな、事件はいろんなところにたくさんあるのよ。困ったときはレーヌ探偵を呼んでね。いや、ガラピコです。あ、ついでにワトソン君ついてくるから。ついでなんですか、ひどいですね。私もついていきます。うーたのね。じゃあね、みんな、バイバイ。さようなら。最後まで見てくれてありがとうございます。このかわいいかぼちゃさんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そうよ。